あの女の子はメディカルセンターで治療中。マノンのことについてはクロフォードたちが調査中。じれったいけど今は待つしかなさそうだね。マノンはあそこに帰ったのかな。マノンは私たちの敵？そうだよね。もしもマノンが本当にあそこにいるんだとしたら、きっと私たちのために、ハルファの人たちのために行ったんだと思う。誰よりも私たちがマノンのことを信じてあげなくちゃだよね。聞こえますか？どうしたの、ラン？二人ともいますね。あの女の子が目を覚ましました。本当に？よかった。でもちょっと困ったことになっていまして、こちらに来てもらえますか？わかった、すぐに行くよ。急ごう。何かあったの？お前らがドールズを作った。今そう言ったな。ということは、お前らが大勢の仲間を、家族を殺してきたということだな。うん。俺たちが生まれる遥か昔から、お前たちはその実験を続けてきた。うん。どうなんだ？グレン、落ち着け。まずは彼女の話を最後まで聞こう。すまない。バリア君、続けてくれ。私たちがドールズを作り、このハルファへと投下しました。何のために？来たるべき日に備えて、より強いアークスを作るために。攻撃が効かない。この短期間でさらに改良を。これならどう？ゼフェット、いるんでしょ？ゼフェット、まさか単身乗り込んでくるとは。ナインオーナインはどうしたんだ？ナインオーナイン、識別番号 RA9G3T9O9。 あの人が何だというの？私があの人と行動を共にするのも、すべて織り込み済みだったというわけね。でも、そんなことはもう関係ないわ。あの人たちにこれ以上迷惑はかけない。実験は、私が終わらせる。どうして？私が、
あなたを倒す。父である私を、お前が。父親、あなたが私の。あなたは私たちを作り出しただけ。親子でも何でもないわ。なるほど、お前の意思は分かった。では私は持つとしよう。お前とその仲間たちがここに来るのだ。仲間たち、何を言って、まさか。では、君はマノン君の危機を察してここに来たというのだね。はい。リサージェント・アークス。それが君たちの組織の名前。はい。君たちがドールズとアークス、星渡りを作り出し、戦わせてきた。信じがたいが本当のことのようだ。マノン君のデータとも符合する。君たち二人が示し合わせて嘘をついているのでなければ。そしてその開発拠点がこのルシエルにあると。はい。簡単な話だ。それらを全て破壊すればこの戦いは終わる。また君はそういう風に。マノン君のデータによれば、ルシエルはこのハルパの環境もコントロールしている。それを壊したら何が起こるか。ではどうする。ルシエル、リサージェントアークス、私はどう受け止めればいいのかまだわからない。でも確かなのは、マノンがあそこにいて今も何かと戦っているってこと。だったら私はそのマノンを助けに行きたい。そのために私は来ました。ルシエルに行く方法を知ってるの？はい。ロストセントラル、あなたたちがそう呼んでいる場所に転送装置があります。いや、イルマ？話は聞かせてもらったよ。なんだか大変なことになってるみたいだね。その子があの浮島、ルシエルから来たっていう？ファリアです。よろしくファリア。僕はイルマだよ。それじゃあ早速、そのルシエルに行く方法を教えてもらおうか。わかりました。
メですね。テレポーターの起動に失敗しました。ロックされているようです。それじゃ僕の出番だね。まさかそのルシエルがこのハルファの制御装置だったなんて。しかもそこからドールスと星渡りを送り込んで戦わせていた。さすがに僕もすぐには信じられない話だね。うん、私もちょっと話してもいい？はい。あなた最初に会った時のマノンと雰囲気似てるかも。そうですか。そうそう、その感じとか。あなたとマノンのこと、もっと聞かせて。私に話せることであれば。うん、それで大丈夫。あなたとマノンは、どういう関係なの？私はマノンのバックアップです。マノンの活動をモニターし、問題が発生した場合は、支援を行います。マノンのことをずっと見てたってこと？ルシエルから。はい。それで実際に問題が起きて、ルシエルにいても解決できないから、僕らを頼ってこっちに来たってことか。そうです。なるほど。じゃあ次の質問。マノンは、ハルファで何をしていたの？第三次計画の記録。アークスとダークファルスの戦いを間近で記録するのがマノンの役割です。戦いを記録。いいえ、事前に知らされていた情報は限られます。その計画の主導者じゃなくて、あくまで観測者ってことか。はい。つまり、マノンは僕たちのことを、ただ見ているのが仕事だったんだ。一定の距離を保ちつつ、多くの星渡りの一人として。でも、少なくとも僕が知る限り、マノンは僕たちのやることに積極的に関わろうとしていた。何か心境の変化があったってことかな。マノン。ゼフェットを止めようとしていました。ゼフェット？ハルファでの実験の管理者、リサージェントアークスの総督です。そのゼフェットが実験ってのを始めた人なの？記録ではそうなっています。そっか。ゼフェットは私やマノンを作り出した存在、父あるいは母のようなものでもあります。お父さん、お母さん。普通の家族の関係とはちょっと違いそうだね。そのゼフェットがルシエルの全権を握っているのだとしたら、説得する、もしくは無力化すればドールスとの戦いが終わるか。
実験っていうのはどれくらい前から続いてるの？記録では300年前とされています。300年？じゃあ本当に数えきれないほどのアークスがその実験の犠牲になってきたんだね。マノンがゼフェットと退治を決意した決定的な理由は何だろう？わかりません。いえ、一つだけ。活動中のモニタリングデータに強い怒りの感情が見られました。それはゼフェットに対して？はい。じゃあマノンは本当に一人で全てを終わらせるつもりなのか？無茶だよ。うん？起動に成功しました。これがテレポーター？でもこれって近距離用の。見た目はそうですが、出力は100倍以上です。フォトンフィールドが安定しなくても超長距離転送が可能です。へえ。じゃあみんなを呼んでルシエルとヤラに乗り込みますか。聞こえるかい？ああ、クロフォード、ちょうどよかった。ルシエルに向かう準備ができた。いや、ルシエルへの侵入は一旦中止だ。何かあったの？ドールスの総攻撃だ。相当数の効果がハルファ全域で確認された。なんだって？こっちには何の反応も。僕の警戒も避けて侵入してきたっていうの？本当だ。なんてこった。パイバスたちには先に伝えてある。こちらからも可能な限り戦力を送る。だってさ、僕も兄弟のところに急ぐよ。君たちはエアリオに戻るかい？うん。アイナ、私たちはルシエルに行く。みんなは自分たちのリージョンを守って。クロフォード、分かった。君たちに一任する。クロフォード、マノン君のことは放っておけない。体制が整い次第すぐに部隊を送る。その前に危険だと思ったらすぐに戻ってきてくれ。分かった。私も行きます。あ、そうだね。こっちで待ってて。イルマ、この子のことをお願い。わかった。任せて。では、これを渡しておきます。これは？ルシエル内部のマップです。私がこちらに来る前、マノンはドールズの製造施設に向かっていました。現在の場所はわかりません。ハルファからルシエルへの通信は遮断されています。
かった。ありがとう。マノンのことを頼みます。うん、任せて。僕たちもこっちの問題が片付いたらすぐに向かうよ。それまで頑張って。